第13回中央区ブーケ祭り発表の広場はここからパフォーマンスの時間帯になってまいります。それではご紹介いたします。朗読の会の皆様です。平和憲法を無視し戦争のできる国にしようとしている政権、戦争の愚かさを伝えてきています。ずっと殺しても殺されても何の利益もなりません。戦争反対の声を上げ絶対に許してはなりません。鶴作大川エッセイ。もう60を超えた左官屋の徳さんはしわの深い日に焼けた顔でいつも気が向くと遠い空を眺めながら誰彼となしに語ってくれるけど、徳さん一人のことじゃない。戦争に負けた名もない大勢の兵隊たちの話だ。あの頃徳さんたちは若い下士官からおじいおじいと呼ばれ、ビンビン殴られてばかりおる二等兵で、広い満州の片隅におった。いよいよ日本が負ける6日ほど前、ソビエト軍がえらい勢いで国境を越えて攻め込んできたと聞かされ、最初で最後の戦闘準備にかかった。というても大砲どころかただの鉄砲さえあんまりなくて、おじいの二等兵には手榴弾が一つずつ渡されたきりだった。そんなことで戦えばたちまち全滅してしまうに決まっておる。でも徳さんたちはちっとばかり運が良かったんだろう。一度も敵の攻撃を受けんうちに、あの8月15日無条件降伏の日を迎えた。まもなくソビエト軍がやってきよって、鉄砲も手榴弾も取り上げられ、皆トラックや貨車でシベリアの奥の方へ送られていった。そして思い出すのもつらい、なんともつらい抑留生活が始まったのだそうだ。だだっ広い原野の真ん中に寒々した兵舎が立っていて、周りは鉄条網で囲まれておった。9月の末からもうしらしらと雪が降り出した。帰りたいな国へ。一人が言うたら次々に伝わって皆がそう言い出す。それから若い兵隊も年をしたおじいたちも、おふくろ様に会いたいだの、女房子供に会いたいだの、なんだのかんだの、ああ帰りたいと言うて暮らした。そんなある日、誰かが急にかかりかえくれて、おお見ろや、鶴が日本へ渡ってくぞと叫んで回った。徳さんたちがバタバタ外へ飛び出して空を見た。鶴が立派ばかり青い色紙を貼り付けたみたいなシベリアの空を南の方へ渡っていくところだった。ほうほうと鳴いて白い羽を西日の光で赤く染めながらだんだん小さくなっていく。鶴はいいな、羽があるから自分で日本へ帰れるな。鳥がたまらなくなってそう言いよると、俺だって羽があったらすぐ飛んで帰るによ。